皆さん、おはこんばんにちは。見切り発車で何でも買ってしまう、春の館長です。よろしくお願いします。ということでですね、今回は、えな、ー、んでなんでお前はまたそういうことをしてしまうのかな、みたいな感じで買ってしまいました。残悔の瞬間です。私、今回買ってしまったのはですね、こちらになります。プルルッチャーンはい。<laughs> これだけポンとね、乗っけられたのわかんないと思うんですけども、タイトル通りですね、私は今回 Google Pixel 4 XL を買ってしまいましたというえ奇跡的なお話になります。よくわかりませんということになります。こいつ、発売日はですね、2019年10月ぐらいになったかなと思います。確か。なんで、今2021年なので、2年前。まあでも10月なんでもうちょっと近いですけども、実質は。まあでも、まあそういった端末になりますと。 えー、こいつはですねグ、えーグルピクセルの、まあ、4って書いてあるんで4代目になりますと、えーまあ、進化した点で言えば例えばですけどもそうですね、まあ、そんなにないんですけども、まあ、ここぐらいでしょうか、まあ、カメラが、えっと、1つからこう2つに変わったぐらいですね。 とかになりますまあね大、大まかなちょっとね、スペックみたいなのね、申せればなと思いますと。えー、こいつはですね、えっと、ピクセル4 x l ですと。えー、6.3インチの UKL の 90Hz のリフレッシュレートに対応したディスプレイを搭載していますと。で解像度に関しては QHD プラスになっています。19対9ですね。はい。で、えっと、サイズ感としては 75.1mm、えー、75. 1 6 1 m Mm、厚さ、mm、になりますで1 3 9 k g 1 9 3ラ g といった感じになりますでえっとまあ本体色はブラックとかホワイトとかオレンジとかあるんですけども私はブラックを買いましたまあ無ンな色ですねで、えっと、初期搭載の OS は Android10 ですけども今は Android11 に、えー、アップデートしていますと。 で CPU はですね、まあ、今でも現役で戦え、全然戦えるクアルコムのスナップドラゴン855になりますね。はいで、えっと、メモリーとストレージの組み合わせは6ギガと64ギガになります。まあ、必要最低限でねいいと思っているので、64ギガで OK テスト。でメインカメラはね、先ほど申し上げました通り、2通りありますというところで、16メガピクセルのものと12.2メガピクセルのものがあります。まあ格子赤角とかもそういったやつなのかなというふうに思っていますけども。 っていう感じですね、はいでえっと、こいつ前面の、ね、カメラとかにも結構なんか工夫が凝らされていて、えっとまあ、要するに赤外線のセンサーとかもあったりとか、まあ、そういったのでこうジェスチャーコントロールみたいなのができると。でプラス顔認証も、まあ、ある程度精度よくできるっていうところに、まあ、特徴があるのかなっていうふうに思っていますと。 というところですねで防水に関しては IP68 になります。かなり、ねえー、高い、えー、防水、えー、防塵レベルを、えー、達成しているというところになります。でバッテリー容量としては Pixel4XL は 3700mAh になりますで。急速充電もワイヤレス充電もどちらにも対応している Type-C ですね、えー。という感じになりますといったところで、ですね <laughs>、はい、あのちょっと急ぎ足みたいな感じになっちゃいましたけど、買っちゃいましたわみたいな感じですね。 はい、えー、もうピクセル 4XL のね、えー、動画も腐るほどあると思うんでもう何でこれを買ったかっていうねまあそのお話をねさせていただければなと思いますえー、まあ単的に言えばもう今日が乗っただけですね見切り発車ですよ本当にえー、っと3万円ぐらいで売られてたんですよねで3万だったらまあまあまあいいじゃん買っていいじゃんと思って私ね実はねピクセル 3XL があるんですよ <laughs> なんかあぜんとすると思うんですけど皆さん、えー、ピクセル 3XL があって普通に使えてるんですよね。で、あのー、私なんていうんでしょう,こう、まあ、メインどころではないですけどいろんな重要な情報を入れてるのってピクセルと iPhone その2つに実は情報を入れていたりして、えーまあ、情報っていうかいろんなねこうじょ情,報、まあ、そ情報という言っとこう情報を入れてたりとかして、まあ、それと何か ね、違うスマホを組み合わせていろいろやってたんですけどもあ、まあ、今 iPhone11Pro、ね、を持っていてあなんかなピクセル4も若干なんか手に入ればな格安でとか思って,て <laughs> まあそんなことないかと思ってたらあ3万で出てるみたいなヤフオクでみたいなポチッみたいな感じでやったら、えー、落札できてしまったというそういう驚愕的なオチですね。ね、はい、なのでピクセル 3XL の、えー、お役はごめんになったという感じになります。まあ、こいいいつも、ね、結構いい端末だったんですよ本当にね でもなんか、ピクセル4、XL に、えー、取って代わられたという <laughs>、えー、残念なお話になりますと。で、こいつの使い勝手とかね、いろいろね、まあ、やってみた上で、えーまあ、どういったところがね、良かったとか悪かったとかね、若干まあ言えるんですけども、まあ、端的に言えばですね、いろいろなね、いろいろなね、アップデートアップデートとかが <laughs> やばいね今日ね紙紙、えー、が施されていてまあその初期の評判よりかはもう結構ねブラッシュアップされた端末になってるんじゃないかなっていう風に思いますまあ、バッテリーの持ちが悪いだとかまあいろいろありましたよね確かなんかそういったのがあったので。 えーまあ、私もねそんなに期待はしてなかった部分はあったんですけども、まあ、それを打ち消すぐらいね結構いい端末じゃないかなというふうに思っていますとで処理能力については先ほど申し上げました通り855なので、えー、全く不満点はないですでえっとまあ唯一ね不満点を本当に本当にあげるとしたらあのね指紋認証はねやっぱいるねいる。 指紋認証はねいろいろねピクセル 3XL はね指紋認証があったんですよねで今こう,うこういう時代じゃないですかいろいろねマスクをする時代というかマスクをねまあかなりの割合でしている時が多いと、まあ、家の中でなければえー、ってなった時にやっぱり iPhone の11 Pro とか12 Pro とかまあそういったのと同じように顔認証になってしまうと結構ねしんどいですでちなみにこいつね、まあ、レーザーが搭載レーザーというか赤外線が搭載されてるんでフロントに なんで、えっと、顔認証は、まあ、比較的、まあ、しやすいし今早い。というか、ねえっと、11Pro とか、ね、12Pro よりも、ね、扱いやすいよってうかの、ね、ああいうね顔認証より全然扱いやすいよ。ちょっと待ってね、ちょっとね試しに見せると、ほら、今ね、ちょっと僕の顔映ってないんで分からないでしょうけど、こうしてやると、もうこんなぐらいでね、もう本当にロック解除されるの。めっちゃ早いじゃん、これはね、おすすめ。えっと、この顔認証のシステム自体はおすすめ。 11Pro とか、まあ、iOS に搭載されてる顔認証は1回ロックを解除しましたぐらいじゃんでこうシュッとしなきゃいけないので、えっと、それは本当にめんどくさいなと思ってるうちの一つだけども、えー、こういう Google とかにはないので非常にいいなっていうふうなところは受けますけど今の時代はやっぱり指紋認証つけてくれって感じにはなっていますというところですねでえっとそうだなあとはね重量,重量重量重量 ほとんどね、iPhone 11 Pro と Pro Max と、えっと、サイズね、変わんないですよね。ちょっとね、見せると。ちょっと待ってね。これ、これ11 Pro のね。タピオカメラ。ほとんどね、変わんないのよね。サイズ感も。で、それでいてね、やっぱね、こっちの11 Pro の方がね、11 Pro じゃないや。この Pixel 4 XL の方がね、軽いのよね。どう考えても。 そういった点は結構ね非常にいいんじゃないかなっていうふうに思ってますとうんまあそういったところですねはいまあグーグルのリファレンスキーなのでまあ目立った特徴点はないっていうのがあれどまあ使いやすい端末のうちの一つではあると思うのでまあ買って損はないって感じですねただ今の時代ちょっとねまだ高いっていうのも普通はね高いっていうのもあるし4万5千とかが多分ね普通の 通常の底値ぐらいだと思う思いますし。あとまあ、指紋認証がないのはね。結構多分痛い人は多いんじゃないかなと思います。まあ、僕の僕もその一人なんですけど、まあ、仕方なく使ってるんだけどね。あるのでそこら辺はね。ちょっとあんまりお勧すすめできないなって感じはします。まあ、それ以外であればまあ、非常に優秀なリファレンスキー。 でありますしまあ、サポートも充実している端末であるのでもうおすすめかなというふうには思っていますというところでですね今回は、えー、まあ、見切り発車をする春菜さんが Google Pixel 4 XL を普通に買ってしまっているというお話でした、えー、またね次回の動画でねお会いできればなと思っているので、えー、その時はよろしくお願いいたします春菜館長でしたバイバイ